と思います。まず一作品目、もうすぐゾンビ。えー、監督の斉藤祐樹さん、そして、えー、キャストの、えー、南いささん、そしてやしば俊弘さんでサクシル迎えてください。パネルの方までお願いします。久しぶりにゾンビ映画見たなという感じなんですけどね、楽しかったです。はい、どうぞパネルの方まで。 あの距離がありますので、あのマスクを取っていただいても大丈夫だと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず、はい、あの我々映画祭のもう常連監督でもあります斉藤さん、皆さんにご挨拶よろしくお願いします。 ちょっと素晴らしい作品が続いて忘れちゃったかもしれないですけど、一作目のもう,すもうすぐゾンビを監督しました、結城斎藤です。今日はお越しいただきありがとうございます。では、南さんどうぞ。ご覧いただきました、ありがとうございます。えっと、白石レミ役を演じました、伊佐美波です。本日はよろしくお願いいたします。はい、えーさんあ、ごめんなさい、どうぞ。 ご覧いただいてありがとうございました矢島敏弘ですはい、矢島さんあのマネージャー役そうですねあなんか全然違いますね、えー、はいいそうでしょいはいいいやつじゃん <laughs> <laughs> いいやつなんですよあの斉藤さんもう最近はもう大活躍でね,ねおっさんつラブとかあと今年も長編出ましたよね そうですね軍艦少年っていうのとあと「君が落としたお空」っていう映画を撮ったんですけど、はいええ、普段結構仕事ではこうキラキラしたものを撮ることが多くなってきたので、うん、まあその反動じゃないですけどこのキラキラだけじゃなくてこうなド,ロドロドロの部分っていうか,、ええ、まか世の中ってこう綺麗なものだけじゃないので、うん、その対比するものをこう出すことでこう映画祭ならではというか短編映画ならではの表現ができないかなと思って、ええ、はい。 いや、でもあの、はい、短編映画としては、結構あのもう制作があの。もうできたものなんですけど、まずこれあの、まあストーリーは。えっ、ー、と、脚本は藤本京太さんが書いたんでしょうかね。はい、そうです。はい。はい。これは脚本を読んで作ろうとしたのか、こういうのを書いてくれって。どっちだったんでしょうか、これは。これはですね、そも、そもそもなんですけど、うん、このプロジェクトの。 立ち上がりというかあの伊佐さん実はあの今回初めて演技して初めての映画で初主演っていう形なんですけどその脚本の藤本と僕が一緒にやってるこうソロっていう企画グループがいて、えーうん、でそこであのヒロインアカデミーっていう,こうティーンのこう女優志望の子を集めて、えーはい、ワークショップと行って最終的に100人ぐらいの中一人選ばれた人。 をそれが伊佐美波さんで、はい、この伊佐美さんを主演にこうショートフィルムっていうのをで表現するときにどういう短編がいいかなっていうのでワークショップを通じていろんなお芝居の幅を見させてもらったので、はい、そこで、ええ、そ,こそれっていうのもありますそれであの藤本と一緒に考えたっていうなるほど、はい、えじゃあ伊佐さんこれ初初もう全て はい、初めての経験でしたえじゃあアイドルとしては <laughs> 初めてですすごいね歌踊りもべてはい全部が初めてだったので結構不安もいっぱいだったんですけど、えー、すごく楽しかったですあそれは良かったですよねあの、まあ、やっぱり最初はちょっと戸惑っためちゃくちゃ戸惑いました <laughs> なんかすごい初めての 映画だったのでそれだけでも結構緊張してたんですけど、うん、踊りにダンスにゾンビってなって、うん、なんかすごい <laughs> もうパンクしそうになっちゃったんですけど、えー、結構でも実際本番始まったら、はい、本当に毎日がすごく楽しくて、うん、あっという間に終わっちゃいましたね。うん、あのどうなんでしょうこういうあの短編映画というのは大概あ,のあんまりあの、まあ、日数がないとか予算がないとか話が普通なんですけど。 これあの監督何日間で撮影を終えたんですか？三日間です、ね。三日間、はい、伊佐さんこれ三日であれをもうこなしたんだ。はい。余裕ないね。結構朝早く集まって、うん、夜遅くって感じだったので、うん、結構忙しかったですけど、でもそれよりも本当に楽しいが勝ってたので、もうなんかもう本当撮影が終わって数日間もずっと毎日の 現場のことを夢に見るぐらい本当に楽しかったんですけど良、うんえー、かったですよね。はい。で、あの監督なんかあの一緒に出てたその四人組が本当の、えー、アイドルグループ。そうですね。実は今日あのゾンビ噛まれたマサスジロウさんと、はい、あの桜シンデレラっていう実際に、はい。 あの秋葉原で活躍しているグループなんですが、ちなみにその桜新ではめちゃめちゃ健全な素敵なマネージャーのこ元、健全なアイドルグループなの今日ちょっと立ってもらおうかな。実は来てもらってるんですよ。立ってください。桜新では皆さん、マサさん、拍手でお願いします。はい。で、マサマサさんもいますね。あのカマカマレタマサさん。あ、いました。はいはい。はい。お疲れ様でした。はい。えそしてあのヤシバさん。はい。 もうパーフェクトキャスティングですね。斎 <laughs> 藤さんは、あの、どうやって、八島さんをキャスティングすることになったんでしょうか。あ、僕は、もう八島さん、僕の組に欠かせないというか、もともと、あの、書けないという生田と、とま君。主演のドラマで、はいはい、こう出会って。えー、で、その後、こう、ケツメイシさんの桜っていうショートムービーとか、あの、さっき言った、今年公開した君が落としたお空だとか。すべ、うん、ての、その作品、八島さん、必ず呼ぶっていうか。 でしかもいい人でいい先生だったり、えー、いいパパだったりでこう、うん、読んでたので今回はちょっと悪い八島さん見たいなと思ってお願いしましたそのドロドロ感を、はい、ちょっと出してもらうということで、はい、であのじゃあ逆に八島さんいやあのー、でもニヤニヤ結構してましてねあ自分初めて今日見たんですけど、えー、あれはもう監督の演出でなんかこうとりあえず ちょっと笑っててっていうのをベースにあの裏があるというようなことだったんでやっぱり楽しいまあ、笑ってると楽しいしあのやっぱり知らない世界さくらさんとかうん、うん、その秋葉原の地下アイドルのライブ会場で実際で撮ってるんですけど。はい 実際のファンの方でしたよね、確かにあ。そうなんです。あの、実際にあの、ステージを埋めてくれた人たちは、もう、あの、桜シンデレラさんのファンに声をかけてですね、来てくださいって言って、こう、なるべくこう、で、あの、会場も桜シンデレラさんのステージをお借りしたというか、なるべくこう、リアリティのある場所に、こう、伊佐さんを放り込むというっていうことでなんか生まれてくるものあるかなと思って、はい。はい、あの、あの楽屋で彼女にひどいことを、 僕は投げかける、うん、あそこもさくらさんが実際に使ってる楽屋で、えー、まあ実に狭いだけど味のある <laughs>、うん、なんか汗と涙が、はいはい、にじんでるようなすごいいいロケーションで見事にカメラの。 に収まってますよね。ですよね。本当にあの、うん、リアル感が本当に出てました。でも、あの本当にファンの人たちにも参加してたいただいて、もうエキストラじゃないっていうのも本当にちょっとびっくりしてもう <laughs> さらにリアル感が出たと思うんですよね。あの監督短編映画祭として我々としてはもうあの、まあ、定番というかいつも聞くことなんですけど、まあ撮影はじゃあ3日間。で、ロケは秋葉原の実際の桜さんの。そうですね、はい。 会場という感じで、はい、あのじゃあその後ポストプロダクションっていうんですけどそこから編集とかいろいろアフレコか音楽とかそれはどのぐらいかかったんでしょうあ編集も一日ですね基本編集一日であのまあ本か,からこれっていうかもう一日で、はい、で音の付けも一日で K でいくと本当三3日間っていうか う映画とドラマのこう合間にやってたので、うん、あ,のあと予算的なこともあって集中して短い時間でこう終わらせたっていうのまあそれはもう、ねはい、もちろん経験豊富なんですけどやっぱりしっかりそのイメージができてたのでカットごとのイメージとかそれでもう3日間でできたっていう感じなんでしょうかねそうですね 本当に素晴らしくミッドナイトスワンでこでアカデミー賞を取ってるようなカメラマンなんですけど本当に素晴らしくこう舞台から設計してたので本当でしょう編集は、とこと現場で2人で決めたことの通りにつないでいくっていうのができたのが良かったかなと思います、はい。 あの先ほども言ったんですけど本当にあの今更ゾンビじゃないんですけどあの一時的ゾンビものすごい流行ってたんですよねで最近は来てなかったのであっ懐かしいんじゃないですけどちょっと嬉しいとこがあったんですよねあの改めて伊佐さ,さんその,、まあえゾンビものに出るのっていうう感じはどうでしたそ、ね、まさかゾンビが来ると思ってなかったので。<laughs> 結構衝撃ではあったんですけど、はい、特殊メイクとかって本当、ね、なかなかできない経験だなと思ったので、それいきなりやらせていただけて、本当に光栄でした。もうこの後は何でもできるよね。はい、素晴らしい、斎藤さん、ばっちりのキャスティングでした。あの、八嶋さんはどうでした、はい、その、え読んでて、ゾンビかよみたいな。いや、あの、役者やってますと、 ゾンビ出てみたかったんですよねゾンビに迫られるやってみたかったんですよね嬉しかったですだからまあこれもねチェックマークをもうつけて OK みたいな感じでメイクもそこまであのかまれたかったですねいっそのことそれでメイクされたかったですねやっぱりなるほど見事なメイクってあれやっぱりあのあんな素敵ななんていうかアイドルの人 ゾンビにさせるメイクっていうのがすごくすごく工夫されてるなて思って、えー、あのやっぱプロの人はすごいなと思いましたねまず発想がすごいけどね <laughs> あの今日本のメイクは本当に世界中でまあ認められてるっていうか、うん、レベルが高くなってるんですよね、まあ、本当に楽しい面白い作品でしたありがとうございますではあのまず八代さんから皆さんに最後に一言お願いします、はい、あ今日はあのご覧いいいいいたただだててお付き合いいただいて あのまあ、どんなことを皆さんが感じられたかすごくすごくドキドキしながらまた皆さんの、えー、なんだろうどんなことに興味を持ったことをすごく聞きたい気持ちでここにいます、まあ、何かあの僕らの関係者の何かにつぶやいていただいたりメッセージいただいたりちょっと聞いてみぜひ聞いてみたいなと思っております、えー、今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。はいいありがとうございます まああの終わったらロビーでちょっとスタンバイしてくれたら直接言われるかもしれません。それは怖い。<laughs> それはそれは怖い <laughs>、はいではあの、いすみなみさん、お願いします。どうぞはいえっとデビュー作を結城監督に撮っていただいて、尊敬する事務所の先輩と共演させていただけて、本当に光栄で、こうやって皆さんに見ていただける機会をいただけて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当に。本日は皆様ありがとうございました。 はいありがとうございますはいでは最後に結城監督お願いしますそうですねなんかこう日本の文化って結構こう臭いものに蓋をするっていうかなんか綺麗なものだけを残そうとするっていうのがあると思う思うんですけどやっぱりこう 今回伝えたかったのは、まあ、皆さんがどう感じたかですけどやっぱり実際に女優になりたくて今までこう演技経験のない伊佐さ,さんが手を挙げてくれてっていう中である種逆のメッセージじゃないですけどそのピュアな気持ちとかをこう踏みにじるというか悪用する大人もいるっちゃいるので、まあ、そこを思いっきり、まあ、ゾンビという特殊な形で見せることによって最後こう皆さんに問題提起というか問いかけたかったっていうのが今回の作品で。 そんなので、この撮影を通じて、こう、すべてが初めてのデビューも一回しかないので、伊佐さんと一緒にやらせてもらって、実は僕も学生時代2004年にこのショートショートフィルムフェスティバルで、まだアメリカでこう映画を学んでた時に作品を撮って、で、この映画祭でこう、この場所で発表してこう、賞をもらえたことが一つの自信になってこう、今につながってるので、このショートショートに、この伊佐さんと、八芝さんと、あの、 このチームと一緒に、このもうすぐゾンビという作品でまた帰ってこれて、あの、すごく光栄です。本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、そして、お帰り。あのね、忙しい中、これ作ってくれてありがとうございます。次待ってるよ、また。ありがとうございました。拍手でお願いします。はい、ありがとうございました。 はい、次は3作品目、えー、忘れられない、監督の立花純紀さん、キャストの中谷太郎さんと西谷、えっ、ー、と、セナさんですね。はい、こちらまでどうぞ、拍手でお願いします。 あのもしよければマスクを取っていただいても大丈夫だと思いますのでよろしくお願いします。ではあのまず監督からご挨拶お願いします。どうぞ。えー、監督の立花です、えー。このような場所で上映していただいて、えー、大変嬉しく思っています。ま、えー、皆さんがどんな風に感じられたかだったり、えー、ちょっといろいろお話を聞かせていただけたら嬉しいと思います。はい、よろしくお願いします。 はいでは中谷さんどうぞはい、えー、今日はありがとうございます中谷太郎ですよろしくお願いしますはい西谷さんどうぞ、えー、本日はご覧いただきありがとうございます、えー、西谷千奈ですよろしくお願いしますあの監督これ本当にあの素晴らしい方だと思うんですけどテーマがね結構あのまあ記憶とかだともちろんあの兄弟 の関係とかもあると思うんですけど、あのこれは監督、脚本も書いて監督したんですけど、まあこのストーリーがどうやって生まれてきたのか、ちょっと教えてください。そうですね、今回、まあえー、とテーマなどは基本的にショートショートフィルムはないので、自由に考えたときに、えーまあ、人は、まあ、どうやったら幸せに生きていけるかなみたいなところから最初考え出したんですけど、 そうなった時に、まあ、やっぱり人と人のつながりとかやっぱりそういったものがやっぱり一番大事なものになってくるのかなとかこうそういういろいろアイデアを練りながらまあそこからどう何を描こうかって考えてたんですけど、まあ、その中に行き着いたのは記憶っていうもので記憶ってすごく面白いなと思って忘れたいな忘れたいなって思ってることほど忘れれなかったりとか そういう忘れられないトラウマだったりそういったものが自分の中のに根付いていてそれが自分を作っていてでもしも本当にそういう存在がパッて脳裏に浮かぶ人間がこの世の中に何人かいるんだったらそういう人間を大事にした方が人は幸せになれるんじゃないかとうだからそういう存在を改めて、まあ、コロナでいろんな人となかなか会えなくなったりとか、まあ、そういったこともあったので。はい 改めて自分の脳内に存在している大切な人を改めて大切に生きるっていうことを書きたいなと思って、まあ、今回のストーリーにたどり着いたという流れですね。はい。あの、特にこのそのストーリーの展開とか、あとあの、まあ、その記憶、あのフラッシュバックで若い時の,あの映像とかもあったんですけど、編集がすごくね、僕はあの、素晴らしかったと思うんですけど、まず何日間 の撮影だったんでしょうか、えっと、約1週間ぐらいですかねね贅沢だ、ね、短編映画はもう大体2日とか3日の話なんですけどいいですねそれはそのまあちょっと余裕あったっていうことでまあ余裕はなかったんですけどあなるほど最初はまあ3日4日とかで撮りたいなっていうことだったんですけど気付くと1週間になってしまっていたという。 状況ですべ、ね、て取り終わって、そのポストで、まあ、例えば編集とかではどのぐらい時間かかったんでしょうか編集は、えー、なんだかんだ2か月ぐらいはやってたかもしれないですね、実際の作業時間は10日間ぐらいとかですかね、いろいろ仕事しながら、そうですね、手をつけたという感じ。合間を縫って中谷さん はい、確かあの、仮面ライダーに出てました <laughs> はい、出てますいやあの、本当に僕あの、永田さんの演技はもう大好きだったんですけど、出てま,すまず脚本、オファーが来て、脚本を読んで、どんな印象だったんでしょうかあちょっと変わりましたよね、最初いただいたものと変わってって、ね、ただまあ、なんだろうな。 自分がこうやって主演でやったことがなかったので、うん、ここで一つやっておきたいなっていう自分の思いもあり、まあ読んで、俺ならできるって思ったので、はい、とりあえず飛び込んでみようっていう感じです。なんか、あの、僕これを見て、まずあのコメント書いたのは、もう、シンジがかわいそすぎるっていう、僕なんか、そういうインパクトがすぐ来たんですけど、 このキャラクター、まあそういういろんなことがあったこの真治を演じるには、なんか苦労したことありましたあでも博多弁、僕だけ東京で皆さんが福岡の方だったので、はいええ、そのちょっと博多弁とか、そういうのに関して結構すごい、<laughs> うわ、どうしようっていうのは思ってたんですけど。ええ あとはそこまで信じとなんか自分のリンクするところが今回多いのもあったのであ、はい、そこは苦労せずというか、うん、できたなと思ってますあそれは大きいポイントですよねはいはいであの西谷瀬名さん一応お兄さん、はい、兄貴役かなそうですねあのどうでした撮影現場とかは撮影現場はとにかくなんていうか僕立花さんと初めてやらせてもらったんですけど、ええ <laughs> とにかく現場が楽しくて、うん 僕的にはスムーズに進んじゃないかなっていうふうに思ってます。あの結構そのあのまあ苦しいそのまあ殺人の現場とか、はい、そういう時のあの撮影はどうでした。そうです。それはあの当日に実はちょっと脚本っていうか本がからって変わって、そもそも僕<お>そのシーンのあの。 実際にナイフで刺しちゃうっていうか、ナイフでやられ、やっちゃうっていうところは実際にちゃんと書かれてなくて、はい。急にころって変わったんですよ。ですよね。ちょっと、監督、変えがちなんですはい。<laughs> あの、一番嫌なパターンなんだよねって <laughs> いうか、よくあるパターンなんですよ、監督。<laughs> はい、そうなんですよね。まあ、それはやっぱり撮影しながら、あ、でもここはやっぱりこうしたいとか、そういう感じなんでしょうかね。 えっとそうです、ねまあ、元々撮る予定だったシーンがあったんですけど別のシーンがあったんですけど、うん、なんか撮り進めるがうちに見えてくるやっぱりキャストの姿っていうのがやっぱりあって、えーえー、これじゃないなと思ってこのシーンは別に必要ない何か他の何かがあった方がいいかなってなった時に、うん、あの殺人シーンといいますか、はい、あのシーンをもう まあスタッフみんなで話し合って、うん、プロデューサーだったり、まあ、インストゥブチームと話し合って、うん、これ伝えるべきことは何なんだろうっていう話が出て、もう全員スタッフ集まってもらって、はい、すいませんと、<laughs> ごめんなさい。<laughs> まあでも逆にこの2人がいるからできるっていう、まあ、自信を持ってたんでしょうね。そうですね、それはもうあのやってくれるだろうと。 ラストシーンがすごい印象的だったんですけどあの僕、ちょっと1つ調べたのはなんかあのその夕日のひ光とかにこだわってたっていうことだったんでしょうかねねそうです、ねえっとえー、ちょうど夕日のいい時間帯に、はい、あの刑務所の前に光が差し込む時間帯が限られた時間しかなくて。はい でまあ、天候指備とかもなかったんですけどもうその時間にここは撮りたいっていう話をしていて、うんでまあ、カメラマンと話し合ってそ,のそれこそ中谷君を結構追い詰めるシーンなので、はい、精神的にも、えー、これをもう一発で決めたいよねっていう話にあって<ー>まあカメラ2台で 2>、はい、えっともう遠くから80メートル先ぐらいからもう車。 もう完全に車とかも止めてひたすら長回しで撮るみたいな形でしたね、うん、はいただ<お>結局10点ぐらい撮ったっていうああやっぱり <laughs> あの一番撮りたい時の光はちょっと見逃したそういやいやでもそれはあの、うん、近,近いものでできてると思います、うん、はい、はいはい いや本当にインパクトあったのラストシーンだったんですけどあの中谷さんどうでしたまああのシーンまあね10回ぐらいでしたって聞いたんですけど心の準備というか演技の準備っていうかどんなアプローチしたんでしょうかねアプローチえー、どであの,あの振り返るところもありますよね、はい、それってやっぱりもう自分の中であ歩いてきたとかなんかいろいろ想像して でもあそこはあのまたアドリブでいろいろ監督が、ええ、まあ呼んでいいただい、うん、呼ぶというか、真ジをお兄ちゃん役でちょっとやっていただいてななるほどそうなんですねただ学んで、あそこでやったセリフとかは全くなく、うん、もう全部アドリブでやるっていう形でしたね、うん、記憶がないんです、最後 <laughs> 本当に記憶がなくて気づいたら僕も車乗ってました。 あじゃあもう相当役にはまってたっていうことですよねかっこよく言えばそうですねそういうことにしましょうお願いしますそはいありがとうございますあの本当に素晴らしい作品インパクトあるラストシーンありがとうございました、えー、では最後にあの皆さんにメッセージあの一言まずあの西谷さんお願いしますはいえー、本日はご来場いただき本当にありがとうございました、えー、また 別の会場でと言いますか、また別の映画で皆さんの前にこうやって出ることができたらいいなと非常に思っております。ありがとうございました。お待ちしてます。はい、中谷さんお願いします。はい、えー、っと今日はご来場いただきありがとうございます。あのなかなかこういう大きなスクリーンでお客さんが入ってる中で自分も一緒に見るっていう経験はないのですごい幸せな 時間でしたまた戻ってくれるように頑張りますのでよろしくお願いしますありがとうございましたはいありがとうございます監督あの一言の前にせっかくなんでちょっと紹介あのスタッフが一人一名来てるんでしょうね佐藤さんあの何の担当の、えっと、今回ヘアメイクで入っていただいた佐藤さんですはい、はい、佐藤さんはいあ、拍手 ありがとうございます。お越しいただきまして、ありがとうございます。はい、あの、はい、どうぞどうぞ。えっと、あ、じゃ最後の挨拶ですよね。はい。ちなみに佐藤さんなんですけど、ラストシーンで、あの、血のりとかを結構いろいろやっていただいて、映像を見ながらいつも、いや、私の血のりもうちょっとこうするべきだったかな、するべきだったかなっていつも、こう、ちょっとプロ意識がやっぱり素晴らしくて、はい。あの、とても、 あのいつも助けてもらってて、はい、はい、今回彼女なしでは取れなかったという、はいご苦労様です、お疲れ様でした。<laughs> はいありがとうございます。はいでは監督どうぞ。はい、えっと、えー、ありがとうございました。あのー、まあ改めてですね、えっとまあ短編映画を見て映像というものはやっぱり素晴らしいなと。 感じましたた、えー、皆さんととここの場ででそれを共有できたこともとても嬉しく思います、えー、もう本当に僕はやっぱり映像って素晴らしいなと思っていてやっぱり人の心を動かしたりとか人の考え方を変えたりとかやっぱりそういったことが自然とできるエネルギーのあるものだなと思っていてそういった、あのー、人の心を動かしたり人が前に進めるようなものだったり、えー 見てもらった人にとって、えー、価値のある映像っていうのを、まあ、これからも作っていきたいなと思ってますので、えー、ぜひまた機会があれば、えー、僕たちが作る映像を見ていただけたらと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、次の作品待ってますので、頑張ってくださいね。ありがとうございました。 えー、忘れられない監督の立花純基さんキャストの中谷太郎さんと西谷沙奈さんでした。はい、ありがとうございます。<laughs> はい、皆さんありがとうございました。いかがでしたでしょうか。さて、難しいね。どの作品に一票を入れましょうか。あ